し、杉本健をターンして前を向いた、かわしてシュートか、シュートだー、いや来ましたね、起死回生、ダービー初ゴールは杉本健佑、起死回生のゴールでした。なんというスーパーゴールを決めたんだ健佑、ダービー史上に残る素晴らしいゴールを決めました。入っています、クロス、ゴールはヘッド、そうですね、ついにセレッソ逆転、守護神東口を破りました。なんとなんとここまでダービーノーゴールの杉本健佑、セレッソボールになる、裏に抜けてくる杉本、杉本のシュート、先制ゴールはセレッソ大阪、杉本2試合連続ゴール、絶好ですね、今の動き出しの速さと出だしですけどね、見事なテクニカルシュート乗ってますね、かわしました、さあ中杉本、その杉本健佑シュート、広島の選手に当たったんですね、そこもね、あとね30センチね、千葉が詰めてればね、千葉がいますが、山村いいディフェンス、さあ杉本健佑と山村、杉本健佑突破していく、ここで打っていった、決まった、これが杉本健佑、 J1 で間違いなく覚醒しつつあります、今日フルゴール目、5ゴール目です。ゴールの叶え方がね、広島からしたらちょっと遠いかすぎましたね、柿谷ドリブル、柿谷右を使って関口がクロス、シュート、さあ左で杉本、勝負を決定づける追加点、3対0、クロスを入れてくる、ヘッド決まりました、杉本健佑が決めた、さあセレッソ同点のチャンス、クロスが入ってくる、ソウザ足元こぼれている、このボールはそのままゴールの中へ、よく押し込みました、田中選手ですかね、杉本選手ですか、最後は杉本が押し込んだかというところ、コーナーキックからのこぼれ球、ふわりと浮かしたボール中に入れてくる、右足シュート、先制のホームセレッソ大阪、杉本健佑3試合連続ゴール、さあこの中国の戦、まずゴールをこじ開けたのはホームのセレッソ大阪、勝ちたい、何クロス上げて杉本健佑、ヤンマースタジアム長い、ホームのセレッソ大阪がリードを2点としました、杉本健佑、うまくつなげました、前を向いた、そうですね、シュート、いや杉本ですね、杉本、これで前回の対戦に続いて今シーズン大阪ダービー3得点目になりました、あとからリカルド・サントス、さあリカルド・サントス突破するか、エリアの中に入った、リカルド・サントスしか進んでませんでした、杉本の右足、今シーズン14点目、流れは自分たちになっても一発であっという間に先制点、
ト、林反応しましたがゴールです。これで1対3、セレッソリード2点。代表帰りの杉本に PK からですがゴールが生まれました。ただ5人ボックス外に残ってました。ソーザー手前を狙った、直接か杉本か、どっちにしても4点目。触りましたね。でもね、杉本だとすると共通ゴール1-4、セレッソリード3点。プレッシャーに行って相手は逃げてきるような形になりました。はい、スタイル変わった。杉本は肩を抜いて、そしてシュートは見事なゴールが決まった。すぐさま同点に追いついたセレッソ大阪。左足アウスイングのコーナーキック、こぼれたところ、まだある、右足のシュート、ここはディフェンダーの上に入りました。杉本経由、開始早々杉本経由、右足を振り抜いてきました。